毎度毎度、チョコちゃんでーす。ということで、今日はね、新企画、チョコラム、クライミングということで、ちょっとね、山登りの方に来てますということで、今日はね、こちらの方、展望座の方ね、登っていきたいと思います。レッツゴー。やっ、とりあえず展望座公園の方に着きましたということで、まあちょっとね、すごい、都会にある公園なんですけども、ここでね、日本で一番低い、山があるということで、そこの方にね挑戦していきたいと思います。レッツゴー。はい、そうしたね、とりあえず山に登る前にちょっと公園の方ね散策してるんですけども、何かありました。ここ天保山は龍馬お龍新婚旅行の地ということで、そうね、チコラムチャンネルもね、坂本龍馬が大好きなんでね、すごいちょっと、感動しております。レッツゴー。ということで、ちょっといろいろ歩き回ったんですけど、日本一低い山、とりあえず登りたいと思います。よっしゃ。そしたらね、とりあえずね、こう渡し船があるっていうことで、とりあえずこう天保山、渡船場ということで皆さん降りられてますね。なんとここもね、船の、料金無料ということで、とりあえず乗ってみたいと思います。レッツゴー。よっしゃ。そしたらね、とりあえず、新企画ね、チコラムクライミングということで、ちょっとね、今日は天保山の方を登らせていただいて、その後ね、天保山渡船場というところから、ちょっとね、川を渡りましてですね、着いたところが、こういう形で工場地帯になっておりますということで、奥の方にね、ちょっと USJ も見えますよ。はい、ということでね、新企画まだ好評やったらね、またあのスザンの方やっていきたいと思いますので、またチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。